さあ本日も張り切って戦国無双サラダ丸やっていきましょう。わしも忍びに。さあここでね、前回セーブしたんですけど、このセーブのとこにね、南条暗殺任務とあるので、今回暗殺する対象は南条らしいですね、名字は。さあ南条元忠、関ヶ原の戦いでは西軍につき大津城攻めに参加、ということは立花宗茂らと一緒にいたと。でその戦後浪人となった。大阪の陣が始まると豊臣方につく。最近東堂高虎の手の者と会ってるという噂があると。なるほどね、やっぱり裏切り者がいたわけね。南条元忠許さねえ。あっちゃん暗殺する。でもこの人知らないんだけど、何この大阪の陣あたりで死んだのかね、雪村様。しかしまあすごい砦を考えるもんだね、雪村様。皆の助力があればこそだ。こたびの対戦、そなたの力も多いんだのみとしている。さあ、いや、いいねいいね、だいぶ仲良くなったね、本当に。何にね、まあその惹かれる部分はわかるけれども、懐きすぎじゃないか。いや、始めっか。さあ南条元忠をやりに行くようだ。はい、先輩を立てなさいよ。そういえばね、雪村のアクションレベル足りないようなんで戻ってあげようかな。さあまた忍者コンビですね。まあこのコンビはもうなかなか嫌いじゃない、ね、今更東堂高虎に内通して寝返ろうとかさ、交渉際悪いんじゃねえの。だからって暗殺とか雪村様嫌がるよ。室賀の時だってさ、そんなの言われなくても分かってるって。そう、室賀正竹は我らが勝手に暗殺したんだよね。あの時確か雪村悲しそうな顔したよね。手を下させたくないみたいなことだったよね。さあどこにいるか分かんないから、とりあえずこっちの奥行ってみようか。殿の邪魔はさせぬ。高虎がいるようだな。合ってるってことだよね。トドの家臣がここにいるってことは、図らずも裏が取れちゃったって感じかにゃ。はあ、なるほどね。さあならばその密会の様子を見に行こうかな。クロイチはどこに行ったんだ。あ、いるね。さーて、ここの奥なんか行ってないっぽいけど、行けないようだね。誰がいるんだ。あ、南条元忠だ。やった、あれが南条だよね。真田の忍びだとなぜこんなところに。高吉と吉勝がいる。はい、一丁上がりっと。だいぶいるね。逃げ足の速いやつ、敵に寝返った上に守ってもらうとか情けねえ。この先に行ったようだね。軒猿がいるね。なんで軒猿がいるんだ。上杉がいるのか。なんだよあんた。今の上杉は幕府と共に戦う身、幕府に盾つくならばお前持つべき相手だ。なるほどね。知り合いっぽいね。さあさす、あ来ました高虎。雪村の忍びだとさすが耳が早い。こいつらは面識あるもんね。はい、一丁上がりっと。次行っちゃおうか。渡辺悟じゃないか。いた。やるじゃん。私の次にね。待て、それやらせろ。なぜだ。これで南条に接触できん。南条はどこに行ったんだ。
あの良さと南条は、まだ南条からは確約は取り付けてなかった。もう不幸都合だ、殺しておこう今のうちに。とりあえず来た道に戻るか。あっちの方、あ、よかったよかった。あ、いや戻ったらちょっと、あ、よかったね。こっちつながりがあったんだね。とはいえここではない様子だね。だルート的にこっから行ってれば出会えると思うんだよね。逃げたっていうのと、出会ってないから戻ってきてないんで、この辺はさっき来たからね。あ、なんであんなとこにしまったな。あんな出口の方にいたのか。あ、待て待て、ちょうどスキップしちゃったんだけど、まあいい、夜明け後で聞こう。赤い矢印が。雪村様がこういうの嫌がるって分かってる。分かってるから俺らがやるんじゃん。一個でも負ける要素は減らしておきたいし、主勝てるようにするのが忍びの仕事でしょう。なになに、けなげなこと言っちゃってこの。言っとくけど雪村様の一番の忍びは私だからね。さあ達成状、理由がちょうど聞けなかったな。まず話しかけるか。どうすんの、また雪村様に報告する。別に雪村様が知る必要はないだろう。うん、そうだね、これでプレイ戻ると思うんで、まあ別に戻ってもいいか今なら。戻そう戻そう。あれ、忍びの人だ。サスケ、良いところに。少しお前と話したかったのだ。いや、次の戦気を入れて頼むぞ、挑むぞ。バレてんのかな。あー、バレてる。すごいぞ、正幸並みの心眼ついたかな。殺気をね、察知できるほど強くなってきたのか。準備整ったな、来ましたね。雪村様、これは雪村様。左衛門の助だ。よしさて、あげるか。お金はあるかな。マジか、10レベ。おいおい、誰も達成していない境地まで来たぞ。私は僕今あげたいな。よし44、全てが上がった。この私ならばどんな戦もいけるだろう。雪村様、しかし真逆だったな。雪村様、あ、海姫だ。お前城の近くにいろよ。さあ、徳川の大軍が迫ってると知らせが来たか。準備は万端です、迎え撃ちましょう。カイ殿、よっしゃ任せて、やってやりましょう。お、君と行くの。じゃあ君の武器どうにかするけど待ってて。海姫の武器あげに行こう。あいにく、あいにくじゃない、結構お金はあったからね、幸いにも。良い物、良い品が入っております。いるわ、あいつ使ったことないけど、あるかな、あるか、いないな、いないのか。ご武運を。ホラー街ここにないからな、行ってくるか。普通に雪村様、全てをかけよう。行こうぜ。よっしゃ任せて。真田雪村、サヤモンの助なあ、このツッコミはもう思いつかずに行こう。さあ、大阪城には後藤又兵衛、毛利勝長、長塚部森近、明石照澄など名のある武将が集まっていた。そこへ真田幸村が入城し、将兵の士気はさらに上がる。しかし城の主で主であるチャチャは歓迎のつぼりも見せなかった。どういうね心中なのか気になるところですが、さあ徳川家はついに豊臣家を滅ぼすことを決める。幕府の名のもと全国の大名に城攻めが、大阪攻めが命じられた。あ、家康めっちゃ顔老けてるさすがだね。
下げ水影勝もまた大阪攻めに参陣する大名の一人だった。今や影勝とて徳川に逆らうことはできなかった。徳川幕府軍は大阪城を完全に包囲するため、大阪周囲の砦を陥落させる作戦を取る。大阪城の北東に位置する、今福砦かなも標的となった。ここは何、私が出るの？あ、この動きを察知した豊臣方は迎撃の準備を進める。その中には繊維の薄い茶々も加わっていた。いやいや、繊維云々より茶々が加わっている方がおかしいんじゃないか。いやいやいや、何それ、茶々が出るの？チャチャも出るの？負けられぬ戦いがある。うわー、どっちにしよう。いや、今回はチャチャで行くか。負けられないのは私も同じです。チャチャの何かありそう。任務かな、ありそうなので、その辺を取りに行こう。チャチャ様、無理に出陣なさらずとも。無用な気遣いです。務めは果たします。はい、大丈夫、私がお守りしますから。いかがであった？信行様は参陣されていません。江戸に残されてるみたいです。福島正則なんかもね、豊臣恩子の連中使うのはさすがに怖いんじゃない？そうか。ただ上杉はいるよ。影勝様と金継殿が来ているのか。雪村様、私の戦う理由しかと見届けていただく。雪村が大阪城に入ったというのは誠だったのですね。久々の再会、楽しみだ。このような形であってもですか、影勝様。我らはこれで本当に。無論、本懐でよ。影勝様、さあ、影勝との再会も楽しみですが、そんなになんか理由はないね。さあ、手柄は貝姫。貝姫でだったか。しまった、チョイスミス。チョイスミスが発生している。なんかつけるか。別に何もいらないんだよね。これも取るか。よし、正幸父のね、片身刀を持っていこう。一応手柄見とこうか。そういえば全然見てなかった。開発を無双技、大野春久の体力を残す。味方武将を配送させず。おお、むずいな。待って、じゃあね、春久にこいつつけちゃおうか。いや、いいか。尾体を救援せれば。庭流し、私じゃない方だな。大阪城を守る。まあ、でもこっちからも行こう。あ、こっちでもいるね。も入れてはならぬ。音楽がかっこいいぞ、すでに。打ち取った。アクションどう変わったから。今変わってたね。あ、すごいすごい、これ2連続でできるようになってる。高えな、まだ。あ、ちょっと待って、いけないようなんで旗持ち倒させながら。あ、木村茂成ですね。豊臣方の若い武将だな。まだ20歳前半の初陣ですよね、これ絶対に。その武勇、あやかりたい。さあ、この大阪の陣が初陣という大名、大名、まあ大名の息子二世たちとか、相当多いでしょうね。そこを封じなければこの戦厳しくなる。金鶴殿。よし、我らは南西砦を突く。左下のことですね。いやー、かっこいい。この NHK 感半端じゃない。こっちじゃない。ちょっと待って、じゃあ変えよう。こちらに向かってくるのは雪村か。このような形での再会になってしまうと。瞬殺するのがちょっと心もとないんで、旗持ち倒さずに行きましょうか。できるかな。お見事、
もう叶わないかもしれません。あ、いいねいいね、昔の話を盛り込んでくるような。しました、すまない金継ぐ。戦う理由というものを。皮肉だな雪村。お、かっこいい。それがない徳川に食らった我らには義の戦など。それ気にしてるようだね、金継ぐ。金継ぐ殿、影勝様もそのようにおっしゃったのですか。影勝様、すまない雪村。だやはり今の私では。一時か、開発のね、心中気になるな。気がうんぬんっていう人だもんね。ならばせめて見ていてください。我ら真田の戦を、我ら豊臣の戦を。全軍出撃、この戦で家康様の信頼を勝ち取るのじゃ。開門。また詰将出てきた。佐竹軍の進軍を食い止めるため。あ、私も出ます。あれは私で行こう。ここには貝も。ここで貝姫が倒すっていう出番が必要だったんだね。この鳥でも危ういではないか。わしも出るぞ。ハルフさん、総大将たるものが軽々しい真似を。しちゃいましたね。こうなったらお守りするしかないですよ。ここでか、なるほどね。ハルフさんは初陣かな。今福取り手がケースとなっているな。行け、後藤又兵衛殿。待たせたな雪村。取り手はこの俺に任せて存分に戦え。しないぞ。又兵衛殿、ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。さあ、大阪の陣も一手でどのように変わっていくか気になるね。まさか殺されておるのか。次はなぜ動かぬ。援軍を出されよ。雪村はアームが強い。アームを美しく見えるのだ。己の信じる道を見出した者は美しい。雪村はまさに今花盛んとしている。あのような美しき者が知らぬ。太平を守ることこそ我らの義だ。開発はそこに義を見出したと。撃ち取りました。佐竹軍は押し返しました。この勢い、ちょっと待ってね。で北東砦を攻め落として。敵を今福から退けるですか。そううまくはいかないようですよ。どういうことですか。あー、そっちね。我ら上杉の将士、太平を守る鬼とならん。雪村、義の戦、その目に焼き付けよ。うん、全軍前進。開門。どう、ついに上杉が動いたか。味方がやられるわけにはいかない。今こそ将軍豊臣軍を打ち破るのだ。詰め所ってこんなにでかい建物だっけ。大阪の陣で戦いも変わったんだな。するには上杉軍の増援を全て倒さなければならないようですね。やってやりましょう。茶々様、士気が高いようだ。私なら絶対できます。あれ、下がった。軍は退けた。これで残るは金継ぎ殿と影勝様のみ。開門。行くぞ。開いてない。敵は北東軍に国付けだ。我々はこの隙に今福砦を作る。中央から別動隊を送る。
北東砦を狙う豊臣軍の背後を攻めるのだ。開門。なるほど、じゃあチェチェあのままでいいね。まずい、北東砦を攻める部隊が背後を突かれてしまう。かっこいい。あーごめん、開発の申し訳ない、本当に申し訳ない。あ、変わったね。こんなんじゃなかったよ、お前。我が戦。奥義変わったのかな。ご覧あれ。あ、変わってますね。私もようやく見出したよ。お前と戦う意味を。勝利を我が手に。かっこいい。何であげるか。さすがにこの強さなら難しいでもいいかな。見事全軍退却。雪村、死ぬな。最後まで守り抜いてみせろ。お前の戦う理由を、守るべき存在を。金勝様、金継殿、再びお会いできて嬉しゅうございました。さあ、この再会は大きいね。なかなか帰る。こうやって再会するためになんかいろいろあるかもしれませんね。伊達政宗だったり、そのかつてね同じ時代を生きた武装武将とあったら開墾の何かがあるでしょうね。でも他は立花宗茂とかでも出会うね、戦場で。その辺も期待。さあと、まあ、最後に家康とのね話もあるでしょうし、その辺も気になるところ。さあ徳川軍は木津川岩線を、じゃあ戦艦を守った守る幕老淵の砦にも攻め寄せた。幕老淵の首相は勇猛で知られた鈴木田兼助であったが、鈴木田兼助が戻ってね、どういうことだよ。首相不在の隙を突かれ豊臣方は混乱に陥る。早急に解決するため佐助は敵総大将に奇襲する策で、こんなとこで時間かけてられるかよ。佐助ここで出てくるんだな。戻りましょう。サスケちょっとじゃあね、どうしよう、あの武器でいいか、使うか。あれを難易度難しいに一回してみようかな。雪村の回でしたかったけど、サスケならサスケでもいいかな。ちょっとレベル、アクションレベルとかも気になるんで、ちょっと一旦いきましょう。難易度はまず上げていこう。やはり最後のね戦いなんで、どのほど上がるか分からんが、このシステム上武器ガンガン上げれるんでね、普通にやる意味はそうないですね。ああ、11、お金がいくらあっても足りんね。上限極意よし。では、また次回ご会いしましょう。暴露淵サスケですね。ではでは。